こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、 Google マップに高い評価をいただきましたので、そちらの方をちょっと紹介したいと思います。皆さんもぜひやってみてください。どうぞ。これ見てください。私が Google マップに投稿した写真ですとかね、それから口コミ、こちらの方が評価されております。最近したのはコインランドリーなんですよね。雨続きだったんでコインランドリーに乾燥に行きました。ついでだったんで写真を撮ってここに投稿したわけなんですよね。まあそうするとですね、ここに投稿ありがとうございますと、新しい、Google マップの有益な情報が増えましたということで、まあ喜んでいただいたということですね。これから閲覧数が増えていくと思いますけども、この1週間の実績としてはですね、149,300回見られてるってことになります。おお、なかなかですね。で、口コミは2件しか投稿してないんですけども、こちらの方は279件目の投稿になってますね。で、今週の実績なんですけども、高評価が2件いただけたということで、こちらのラーメン屋、こちらの方が紹介されてます。それぞれラーメンの写真がですね、11,269回、6,226回とか4,951回とかなり見られてますね。これ本当にね、目立たないラーメン屋さんなんですよ。笠岡にあるんですけども。で、なんとね、40万回見られてるのがくら寿司のこの写真、何気なく撮っただけなんですけども、こんなに見られてるんですよね。で、日光江戸村に行った時の写真がそれに比べると7万回しか見られてないんで、ね、日光江戸村のね、なんかこちらの方がなんか閲覧回数増えそうなんですけどね。で、これがココスの白島店でございます。5万回見られてます。これもね、ちょっと広島に行った時にここ Google マップの写真撮っただけなんですけどもね、はい、いろいろと評価いただきましてありがとうございます。でですね、ローカルガイドっていうのがあるんですけども、私はもうすぐレベル9になるんですよ。で、レベル5、レベル5以上の人は、確かね、Google 本社に招かれてるはずなんで、よろしかったらね、今の感染症騒動が終わりましたら一緒に行きましょう。それでは本日は以上です。